仮ブラシ大丈夫？大丈夫です。これは何？これね、マリコ様のベジホリです。水に投入しました。この電気針ブラシって水分があるところにやんないとすごい伝達が悪いんだっけ。なんか痛くなるんだっけ。痛い、めちゃくちゃ痛いと思う。乾燥してるところに電気通すとすっごい痛いから、すごい痛いと思う。濡らしてから絶対やるの。だから一回このびちょびちょ状態にしてから。でもこれやるとすごい立ち上がって。あ、そう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 、それもいいよね。そう、あ、今何時？6時49分今日は早朝からです。これリップクリーム。今お粉まで終わりました。まつげめっちゃ長いですね。本当、本当にこれ何？自末ですか？自末だよ。めっちゃ長い。美容液とか塗ってんの？何にもしてないの。この色綺麗だよ、シャネル。綺麗、うん、354番。354番ウォームメモリーズ思い出、思い出、思い出そうそう、ウォームメモリーズ、あったかい思い出だねおはよう、おはようございます。今日ね、YouTube 回してるよ。お願いします、お願いします。お願いします。めっちゃ綺麗に上がります。得意だよピューラーが得意だよ。おにぎり食べた？食べてない。あ、食べる？うん、髪やってる時食べる。あの美味しいやつだよ。何でしょう？めっちゃ美味しい。ここなんだっけ、魚屋さんが言ってるんだっけ、なんだっけ。そう、築地かなんか。築地なんだよね。へえ。大好き、一番好き。ここのさ、お赤飯も美味しいんだよね。お赤飯食べたことない。めっちゃ美味しそうですね。2週間以内にめっちゃ痩せた感じするんだけど。ね、痩せた。おはよう。痩せた。そう。うん。今日 YouTube だよ。YouTube。恥ずかしい。スターだよ、スター。スターです。あ、そう。スター。グッチョ、ごめん。大丈夫です。お財布落とした。アルム？アイス、アイス小学生え、毎日1本食べてたんですか？1本以上え、1本以上食べてたの？え、なんでやめたの？痛風になるよって言われて。え、パルムで？パルムではなんないんだけど、痛風ってなんか一番の原因は肥満なの。思い当たる節はもうパルムしかねえよ。いや、パルムもう悪の根源みたいに言わないで。本当に自分へのご褒美の時にしか食わない。パルムなの。ご褒美パルムなの、やっぱり。小学生。そんな石崎さんにパルムの報告待ってます。パルムだけは美味しく食べれる自信がある。毎日食べてるからね。タコ、タコにする。炊き込みっぽいのが食べたくなる。わー、美味しそうですね。美味しい。いただきます。朝ごはん、いただきます。うん、美味しい。完成しました。はい、今から着替えます。はい。じゃじゃん、出来上がりました。出来上がりました。え、繋いでるんですか？繋いでる。すごいよね。かわいい。かわいい、かわいい、かわいいです。2着目、ちょい巻きです。かわいいです。え、これかわいいね。めっちゃかわいいです。
は最後だからお財布持ってきてここでなんか買おう。クッキー食べたいですね。クッキー買おう。ここではラストのパットです。これラストです。抹茶。ありがとうございます。でもご飯作ってるともう自分のアイディアだけだとなんか飽きてきちゃうから、ね、あやっぱレシピ本あるとめっちゃありがたい。終わりました。行きましょう。一気にレトロ感増すね。そうなの。石崎さんのねアシスタント君がねかっこいいってこのこいちゃんが言うからチェックしよう。西崎さんのマスクもだいぶ小さいかも。大変じゃない。言わなきゃバレないんじゃない。6です。行きましょう。見えないか。初めて知った。これテレビでやった。え、書いてある。書いてある。日本銀行。すごい。あった。めっちゃ気持ちいいね。秋晴れです。あ、ラストに近いです。あ、晴れてきたね、また。目と鼻と口がしっかりわかる。ねえ、どういうこと？そういうよくわかんないこと言ってるけど。おやおや。ナレーションも始まっちゃう。ブラリー途中。ブラリーでしょ。私ウルルン滞在記大好きだった。全部見てた。中目黒に。やってきた。
それ売れるんだよ。あ、売れる。大好きね。大好きって言ってたらなんでそんな。違う。そう、なんか日本の地名で言われると全然ダメだね。モンゴルとかの方。そうそう、モンゴルだった。今私の気分は。ね。テレビみたいな感じになってますね。なってますか。なってます、なってます。この手を後ろに組んでる感じが。あ、もういい感じですね。いいですね、2人とも。今日は西崎さんのデートです。ちょっとデート。今日一日振り返ってどうでしたかね。今日一日振り返って、今日はまだ終わらないけど、どうでした？今日はね、はい、天気も良くて最高でしたね。私についての感想を教えてください。あ、私、萌香ちゃんは今日、うん、今日はっていうよりも、今日もすごい素敵でした。はい、雑だな。雑じゃない、雑じゃない。Yes。お嬢様エピソードも聞いてね。ねえ、そんなの一個もしてないじゃん。なんで盛るの？石崎森尾にするよ。あ、いいね。森尾はいいの？森尾いいね。スタジオに着いたよ。またね。またお疲れ様でした。これ、テレビ的に。オッケー、テレビ的に。おしまいです、一旦。